雪原を抜けてきたの？それはご苦労様。ここはサロニアの港町よ。連邦ってなんだかおっかないと思ってたけど、こんなによくしてくれるとはな。だってよ、クリエイターさえ目指していれば生活がまるっと保障されるんだぜ。こんなことならもっと早く加盟してほしかったよ。絶対おかしいわ。こんなうまい話があるわけない。みんな騙されてるに決まってるわ。ここから先の港は俺たちの聖地だ。そうやすやすとは通せないぜ。悪いな。絶対おかしいわ。こんなうまい話があるわけない。ここを下るとドロップアウターたちが集まる貧民街だ。まあ足を運ぶだけ時間の無駄だと思うぜ。市民ランクを上げられないドロップアウターはこうやって貧民街に押し合って見ないふり。それが連邦のやり方なのさ。世の中にはのせのせした相手をやっつけるための必殺技があるらしい。そんな技を使う敵に出くわしたら、俺だったらのせのせをやめちゃうね。今更クリエイターを目指せと言われても、この老いぼれにできることなど限られておるというものだ。連邦に加盟してからというもの、
サロニアは瞬く間に変わってしまった。領主様は一体何をお考えなのか。市民ランクか。別にそんなのどうでもいいんだけどよ。ランクを上げないと貧民街に追いやられちまうし、連邦に加盟してから面倒になったよ。僕、大きくなったら立派なクリエイターになるんだ。あんたら、氷柱の崖を通ってきたのか。とんだ命知らずだな。気に入ったぜ。ちょっとちょっと、市民ランクを上げればお城に招かれて一生安泰なんですってよ。クリエイターを目指して市民ランクをガンガン上げなくちゃ。連邦に加盟したの最近って話だったと思うんだけど、セイラさんの言ってたことが分かってきたかも。まあとにかく領主ってやつにツインエスのこと聞けるか試してみようぜ。ラーンに行っても無駄かもだけど、話の流れに気をつけてよね。おう。領主の館はこの町の一番上っぽいのです。レッツゴーなのです。帰れと言ったら帰れ。なんで取り合ってもくれないの。あれ、レフィア。あなたたち揉め事っぽいけど、どうしたんだ。ここの領主は私の叔父なの。だから少し話したいだけなのに。誰だろうと領主様に会わすわけにはいかん。はあ。私たちはコーネリア女王よりサロニアの領主様に会うよう言われてきました。これはその証であるコーネリアの書簡です。なんだって。隣国の使者をも門前払いするつもりですか。そうだそうだ。コーネリアから大人の使者。コーネリア女王の書簡を持っているそうだ。何、本当か。わからん。だがここで追い返すわけにはいくまい。待っていろ、領主様に確認してくる。お会いになるそうだ。行こう、レフィア。おい、その女はダメだ。レフィアは俺らの連れだって。そうそう、先に着いちゃっただけだし。な、行こう行こう。ありがとね、また助けてもらっちゃった。気にしないで。そうそう、嘘ついてないし、最後まで行くところが一緒だっただけだって。コーネリアから来た大人の使者だな。はい、私たちは。あの村はバハムート軍の侵攻を受けたと聞いている。その助けを求めに来たのか。まさかまだ侵略されていないとでも。確かに侵攻を受けましたが、今は。あなたは誰。ん？お前はレフィアか。あなたは誰。知っているだろう、私はお前の。違う、あなたは高おじさんじゃない。え、何、どういうこと。そうか、この変化に確信を持つとは、やはり貴様はアプリカント。まあだからこそ町から追い出してここに戻れぬようにしたというのに。おじはどこなの。目の前にいるではないか。
私は疑いもなくお前の叔父だ。どういう？興味が出た。これは明らかに因縁だ。他からの大人がアプリカントを引き連れここに現れた。しかもそのアプリカントが好みの血族だとは。この因縁どこまでのものか興味が抑えられんわ。こいつだったんだ。この町にテリトリーを張ってたのは。ランとレイみたいに大きくなったのです。こいつバハムート兵なのか。でも他の兵と少し違うみたい。気をつけて。Thank you.
それ。ぬぞ、もっと見せろ。犬は何だ、エニシはどれだ、もっと。ああセグリワデス様、な、何を。何をだと、この愚か者め。アプリカントに覚醒の機会を与えるなど、愚のこっちよ。なんかやばそう。奴らは殺さず生かさず捕獲する。こっちじゃ。え、あの猫？早くせ、バカ者。逃げるのです。神のやつめ、時には我らにも苦を与えるぞと言いたげのようだ。あ、助かった。ありがとう、シェルロッタ。まったく心配になって見に来たら案の定というところだな。何その変な特技。お前に言われとうないわ。まったく。まあそんなことはいいから、ちょっとこれで街を見てみろ。なんだこりゃ。え、空から刺さってるの。タマも見るのです。あ、レフィアも一緒に見てみるですよ。何がどうなってんだ。私も詳しいことはわからん。そもそもそのメガネを宿に置いていったやつも、それが見える原因を調べておったからな。そいつが言うには、連邦に所属した町は全てそう見えるらしい。まあその話を思い出してついでに持ってきたんだが、さっきの漁師といい、一体何が起こってるんだ。今その答えは誰も持っておらんか。でもどうしよう、ツインエスの話を聞くとかもうそんなレベルじゃなかったし。なんじゃ、ツインエスがどうした。実は
うん、そういうことなら私に任せておけ。あ、なーに、この町でツインエスに連絡をつけられる奴らを何人か知っておる。そいつに伝言を頼んでおこう。本当ですか？ありがとう。シェルロットって見た目よりずっと長生きだから、すごく顔が広いんですよ。よかったですね。年のことは言うな。なあなあ、ところでなんで猫になってたんだ？それは少々読んどころない事情があってな。まあ端的に言えば移動が楽。え？はあ、そうなんだ。うん。さて、そんなことよりお前らはこれからどうするつもりだ？気になることは多いですが、ツインエスの件もお任せできたので元のミラージュ集めの旅に戻ろうかと思います。ああ、連邦の居城や母さんの情報も集めながらね。賛成賛成。この町から先に進むなら下界に出ることになると思う。そうなると港で誰かに船を借りるしかないと思うけど。大陸の端にある港町だもんね。わかったわ、あとは心配しないで。二人はどうすんだ？私の宿に戻るか、レフィア。狼どもはいなくなっておるから帰るのは問題なさそうだが。はい、高尾寺のことはゆっくり考えたいですし、一度戻ります。いいですか？もちろんだ。それじゃあ二人とも本当にいろいろありがとう。ここから先も気をつけてね。うん、それじゃあね。シェルロットも助けてくれてありがとな。ああ、そういえばラン、まだ踏まれた尻尾が痛いんだが、どうしてくれる？え？あ、やっぱあん時の？いや、どうするって言われても。第8幕、海賊退治。レフィアは港で船を借りて下界に行くのがいいって言ってたよな。誰か船を貸してくれる人がいるか町の人たちに聞いてみよっか。